じゃじゃーん。ただいま砂山ビーチに来てるんですけども、風が気持ちいいと思ったら見てください、壁に落書き。父巨乳と思いきや、ちょっと皆さんこれ見てください、ちゃんと漢字間違えてますよ、ほら本当の巨乳はこうですよ、こうちょっと漢字誰ですか書いたの、これは宮古島巨乳トモさん、トモさん、ほらほら砂山ビーチに着いたよ。今日もトモさんの服装は昨日と一緒。やめて、ほんとにやだ。カメラ師のということで、今からファン感謝イベントということで、今からビーチをこの方と一緒に歩きます。あぶねー、あぶね。今からさ、ファンの方とさ歩くじゃん、歩くじゃん。え、でもさ、誰か寝坊して遅刻してるんだって。ちょっと一言言ってやってよ。ね、撮らないでいただけますか。私じゃなくてさ、そう、なんか寝坊とかは分かんないけど、なんか遅刻したやつがいるんだって、ね。一言言わせていただくと、うん、人間だから寝坊はするよ。優しいな。でもね、でもね、良くないとは思うけど、人間は完璧じゃないから寝坊はするよ。お前誰だよ。何名言吐いたみたいになってんの。それでは今から出発します、散歩に。バイバイ。やばいやばい、じゃあ行ってきます。行ってきます。前髪が、みんな元気だよ、シガファンは。はい、皆さん抜けました、険しい道を。と思ったら見て、すごい、いった。もちもちしてます。あ、もうやんだもん。今日はよく寝れた？全然寝れない。暑いし。ね、綺麗だね、海。横島満喫しようね、まだまだ。まだまだこれからだからね。え、皆さん、皆さん、会いたかったよ。日のぶり。日のぶり。皆さんに会うために。ね、ちょっとやめて。横島までやってこれました。ありがとうございます。やばいやばい。もうちょっと深くやってよ。あ、すいません。やばい、髪の毛が、やばいよ。いいね、青春って感じ。マスクつけてる、マスクつけてる。この景色最高。やばい、超綺麗だよこれ。見たことないよ、生でこんなの。すっげー。はい、私は日傘をさしてパーカー着て、日焼け対策です。汗だらだらだよ、ほら。はい、もう日陰なので。すごーい。橘さん。はい。わー、えりなちゃん。橘さんって言った今。どうですか、海は。あんなちゃんでしょ。めっちゃ綺麗、下までめっちゃ透けてるんですよ。後悔したいですか、ここ。後悔、大後悔したい、海で。ボトをね、もしかしたらでもこの後、みんなで。そう、この下にね。あ、水着が着てるからね。ちょっと一発、ドボンと行ってきたいと思います。ありがとうございます。アンナちゃんって呼んでね。アンナちゃん、ちょっとダメだな。はい、ありがとうございます。